どうも、ヤエズでございます。今回紹介するのはデスクトップアーミーアスラシリーズでございます。ほら、パッケージがめちゃくちゃ可愛い。出てくるのは全4種類、そしてランダムに出てきます。俺が欲しいのはね、忍者弓兵、まあ色違いの組み合わせでも良きなんだけど、まあ同じのが2つ出てきたり、忍者弓兵だったりするとちょっと悲しいかなって感じ。まあ残り2個だったからね、2個とも買ってきちゃいました。はい、何が入ってるのね、開けよう。包装がちょっとガチすぎる。2つとも開ける準備完了や。何が出てくるかな。オープン。なんかパーツ多ない。1つ目はノーマルバージョンの弓兵、そして次忍者、お、赤い、来い、ほー、やったぜ、忍者出てきたよ、やったぜ。どうです、これが私の引きの強さですよ。これデスクトップアーミーにしてはランナー多めだね。忍者の方がちょっとだけ多いのかな。それじゃあ作っていきます。そして完成いたしました、デスクトップアーミーアスラシリーズでございます。いやー、それにしてもね、可愛いし、ちっちゃいしね、最高ですね。制作時間は1対2時間ぐらいかかったかな。意外とパーツ数がね、多くて、ボリューミーなんでね、すごい時間かかっちゃったよ。本当に。まずはデスクトップアーミー忍者。これがね、塗装済みの剣がめちゃくちゃかっこいい。このマフラーが結構ポロつきやすいんだけど稼働するっていうね。取れた。そしてデスクトップアーミー弓兵、これはね、いろいろとでかい。特に今持たせてるね、弓と剣、これだけでもなかなかボリュームがあるっていう。後ろはこんな感じで、なんとこちらの弓兵、この弓がね、背中に取り付けられることができます。これすごいね。しかも自立をちゃんとしてくれるっていうのもなかなかポイント高いと思う。最後にこちらサポートメカの鳥、これね、鳥はあんま紹介するところがない。本当にただの鳥。芯っていうならこの部分がちょっとポロつきやすいかなっていうぐらいのね、本当に鳥。意外と結構動くんだけど、自立がね、そんなあんま良くない。スタンドがついてくるんだけど、スタンドにねつける穴がいまいちねちょっと開いてないから、なかなか飾るの難しいかなっていうか、鳥に関してはねいまいちいいところがないです。今回のねデスクトップアーミーはすごいね。特に武器がでかいのがめちゃくちゃ好き。デスクトップアーミーより全然ね武器の方がでかいっていうね。それにちゃんとね、この2種類を集めたね、メリットもあって、こちらの剣がね、合体したりして、これさらにでかくなんだよ、剣が。これがすごい大好き。やばいね。本当にね、持たせると圧巻なんですよ、これね。めちゃくちゃ長いし、でかい。いや、これすごいよね。それにね、胸の造形がすごいしっかりしてんだよね。こだわりを感じるね、大きさですね。ほら、ヒップラインの作り込みもいいですね。これは結構いいものなんじゃないの。武装を外した時なんかもね、色分けがちゃんとされてたり、さらにさらにびっくりなのがこれね、3ミリ穴なんですよね。まあ、何が言いたいかっていうと、こちらのデスクトップアーミーのね、女神デバイスにモデリングサポートグッズが付けられるってことなんですよね。うん。まあ、ゴムだから、付けるとちょっと穴が広がっちゃうかなっていう感じはするんだけど、まさかのね、プラモデルとも互換性があるっていうのが、これすごいですね。ほら、こんな感じでね、これヘキサギアのパーツで結構適当につけちゃったんだけど、ちゃんと3ミリ穴だからつけられるっていうね。まあでもね、作ってね、見た感じですね、ポロつき多いね。うん。このパーツなんかもすごい簡単にね、ここが取れちゃうんですが、こ
そのパーツ接着剤でくっつけようかと思ったんだけど、ちゃんとねこれ武器になるっていうすごい武器が豊富なのだから接着剤でつけるにつけられなくってさ、なんかもどかしい気分でさ、本当にすごいポロポロ落ちんのよここが。で、あと塗装済みパーツのねランナーの部分だね、ランナーを切るとねやっぱランナーがあったの跡が残っちゃって剥がれちゃうっていう、この胸の部分なんかもさ本当はランナーがついてたので、めちゃくちゃね削れちゃったっていうかね、丸いパーツだからすごい赤の部分が目立っちゃうぐらい削れちゃったのよこの胸のところね。だから私はちょっと黒く、だから私はねこのラインに沿って黒く塗ったんだけど、めちゃくちゃ目立っちゃったりして、あこれやばいなって思いながら作ったりしました。一番ね作ってて嫌だったのはこれだね、説明書。この説明書ね人によると思うんだけど本当に分かりづらい。もう何がなんだかね、パーツがね一色単になってるから全然分かんなかった。しかもこの写真なんてね、もともとのこのデスクトップアーミーが黒いだけあって、もうどこに何のパーツがついてるか説明書だけ見ると全く分かんないのね、これとかもうどこに何のパーツがついてんだよっていう感じの説明書だったり、いろいろとねこれ B とか E とかもいろいろとちゃんと細かくは書いてくれてるんだけど、なんかもういろいろとね説明書の中からその間違い探しみたいに探しながら作らなきゃいけないところがあって、俺の制作時間の2時間の中の30分分はねこの説明書が理解しにくかったってところがあるから、ちょっと説明書は俺はちょっとね難しかったかなって感じだった。あとこの鳥かな、なんかね、俺は好きじゃなかったこの鳥。デスクトップアーミーのサイトとかでもね、あ取り付いてくるんだすげえ意外とかっこいいなと思ったんだけど、実物見ると鳥はちょっと俺はがっかりしたかなっていう感じがする、意外とスタンドにね付けられないっていうのが特に致命的だと思います。付属パーツはこんな感じ。ちゃんとね忍者と弓兵をセットで持ってないと使えないパーツとかがねいろいろとあったりして、なんだかんだボックスとかで買った方がお得じゃないかなって思ったりした、それじゃ可動範囲見ていこう。今回のデスクトップアーミーはね、見た目の思った倍は動く。まず最初紙、ここはね忍者も同じでボールジョイントになっている、だから結構動かすことができるね。首もねいろんな方向に動かすことができる。忍者はマフラーがあって動かしにくいんじゃないかと思うんだけど、意外とそんなこともなく忍者もこんくらいは稼働する。肩はまあ普通だね、動かないと言えば動かないけど、まあこの大きさのクオリティだったらそこそこ動くんじゃねって感じで動いてくれる。肘はねこれすっごい回んのよ、へたらないすごくない、これめっちゃ回んのに全然ね取れないしへたらないっていう、これがすごいね。腰はねもう一回転する、これすごい。足もね結構動くね、ボールジョイントが2つついてるから思ったその3倍は動くかなって感じだな。手と足の曲がりはこんな感じ。手はねすげえ曲がるよ、ただ足はまあこんなもんかなっていうぐらいしか回らない、まあこんなもんかなってぐらいは曲がるよね、何気に自立もしっかりしてくれるから頑丈だしね、ガシガシ動かすことができるね、これポイント高いよ。以上がねデスクトップアーミーアースラシリーズのレビューでございました。
これ最初2000円ぐらいするプラモデル、まあ、デスクトップアーミーで2000円って今では珍しくなくなったんだけど、結構私はねデスクトップアーミーがそんな高いっていうか、そこまで1600円とか1300円ぐらいだと思ってた時に買ったりしてたから、2000円はちょっと高いかなって思って買ったんだけど、いやそんなことなかったね。すごいパーツとかもねたくさん入ってるし、本当に忍者と弓兵をねセットでやればもうそりゃ遊べるよ。ただね単品でもすごい遊べんだよ。なんといってもこの3ミリ穴が豊富なところがねやばいよね。まさかのモデリングサポートグッズ持ってればなお一層遊べるっていうね。ただ鳥はやっぱそんな好きじゃないかな。こうやって武装としてねつけたりするのがねやっぱいいですね。何気に武器がでかいし、もう武器がでかいっていうだけでこれは買いですね。この弓なんかすごいでかいもん、刀なんかもうすごい長いもん、そしてちゃんと体験が作れるっていうね、これもいいね。でもやっぱね塗装済みパーツが剥がれちゃうのとかポロつきは結構やっぱあるかなって感じ。ただ武装のねパーツが結構豊富だったり、どこに何のパーツつけてもかっこよく映るんでね、まあ後で全パーツ乗っけて何かしら作ってみようかなとは思うんですけど、説明書分かりにくいんだよな。なんかすごい俺は分かりにくかった、その説明書だけは本当に分かりにくかった。でもね2000円の価値あると思うわ。これは作ってみないとわからない。俺は偶然忍者と弓兵を当てられたんだけど、ちょっと2000円は高いかもしれないけど、しっかり遊ぶためになんだかんだ箱買いするのが一番いいかなって今回思ったね。俺はこの動画を見てデスクトップアーミーアスラシリーズが気になった人は買ってみるのはいかがでしょうかね。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。はい、ということでねデスクトップアーミーアスラシリーズでございました。それでは皆さんさよなら、バッハッハー。どうでしょう、このようにねいろいろなパーツをつけて自分のオリジナル形態を作り出すことが可能です。いやーそれにしても適当にくっつけただけでかっこよくなるの本当にずるいわ。